生きている。すごいぞ。この子は生きてる。こりゃあ歴史とした人間だ。あんなところでよく脳を正常に保存できたもんだ。おう、目を覚ましたぞ。いや、僕の名は井戸。君の名前は？ダメだ。こりゃ記憶を失ってるようだ。そのうち思い出すさ。育てる気か？ありがとう。ガリーちゃんどうだい？ボディには慣れたかい？うん、ゴンズさん、自由に動けるって気持ちいい。井戸はこの町一のサイバードクターだからね。しかしガリーちゃん、夜は出歩かん方がいいぞ。ここんとこ女ばかりを狙った連続殺人が起きているからな。それに脊椎強盗も流行ってる。まったくだ、畜生、俺の背骨を返せ。他のサイボーグパーツは手に入るんだが、背骨だけは不足なんだ。人工脊椎がないんでね。大方そこに目をつけて非合法のパーツを売買する闇ブローカーがバックにいるんだろう。先生、あれはちょっと厄介だね。明日はまた来るよ。ご苦労さん。お茶でも飲んでいかないか、ユゴ。ああ、いや、後が疲れてるんで、まだ30件回んなきゃ。じゃ、失礼します。素直だし、働き者だし、今時珍しいいい少年じゃないか。ナイド。ああ、そうだね。先生、払うチップがないんですが。ああ、気にしなさんな。僕の方もなんとか食っていけるし、ある時に持ってきてくれりゃいいさ。おはよう、イド。ああ、おはよう、ガリー。あれ、どうしたの、その腕。ん？ああ、これ、さっきちょっと引っ掛けちゃってね。大丈夫？夕べ外出した時に。見りゃわかんだろ、修理してんのさ。お前、ここの先生んとこに住んでんのか？うん、ガリーっていうの。男みたいな名前だな。ほっといて、気に入ってんだから。そうだよな、いい名だよな。俺はユーゴでしょ。なんだ、知ってたのか。ユーゴは家族は？いない。へえ、偉いんだ。一
人で稼いで生きてるなんて。そっか、すげえだろ。何が？何がってザレムだよ。ああ、そうね。ついてきな。どこへ？いいとこさ。先生、治ったよ。いいだ、ちょっと出かけてくる。すげえ力持ち。そう？そうって。ここから見るザレムが一番すげえんだ。ずっと見上げてるとさ、魂が吸い込まれていくような気分になるんだ。一体どんな人があそこに住んでるんだろうな。アンちゃんが法に触れる空飛ぶ道具まで作っていきたがってたザレム。俺、いっぱいいっぱい金貯めて、きっとあそこへ行くんだ。ん？んだよ、何見てんだ？ユーゴの顔見てた方が面白いんだもん。ザレムに引き換え、こっちと来たら薄汚れた街だよな。ザレムから出るゴミが目当てで人が集まって、それであんな町ができたんだもんな。汚くて当たり前か。そうなんだ。お前本当に何も知らないんだな。どっかよそから来たのか？よくわかんない。私記憶がないんだ。ガリーって名前も本当の名じゃないの。へえ。でもいいじゃないか、記憶がないってことは嫌なことを思い出さなくても済むってことだ。チレン、そんなにザレムに戻りたいのか？ええ、やり残したことがたくさんあるわ。この町では無理か？こんな埃臭い町で何ができるっていうの？死にかけたサイボーグの命を救ってやるぐらいしか仕事がないじゃない。それでいいじゃないか。いいわけないわ。あなたの腕はこんな町じゃ生かされない。ザレムでこそ発揮できるのよ。こんなとこでゴミみたいな連中相手に天使にでもなったつもり？井戸ともあろう人が落ちたもんね。ザレムで一二を争うサイバネティックドクターだったあなたのプライド、どこに行ってしまったの？僕のプライドじゃないな。問題は君のプライドだ。私こんな街で終わりたくない。絶対にザレムに戻ってやるわ。そのためならどんなことだって。チレン、おせっかいかもしれないが、かつての同志として忠告しておく。ファクトリーにだけは関わり合うな。イド、もう一度聞くわ。ザレムに戻る気はない？そう、残念だわ。やりました、ザーリキ、完璧な勝利。ブルシカ・ラキアとチャンピオンの座を射止め、まさに無敵。無敗のザーリキ、また一つ連勝記録を塗り替えました。
兄貴、男じゃ興奮の違いがねえが脳みそには代わりに今バラして食わしてやるぜ。やるじゃねえかおじさんよ。移動を知らせるもんか。ガリ、よくよくもラシャを。大丈夫か？ボディは何ともないかい？ガリ！何ともないよ。驚いたな、君があんな技を身につけていたなんて。私もびっくりしてるの。ただ無我夢中で体が勝手に動き出して、なんだか体中に熱いものが溢れてくるようで。でも惜しかった、あと一息で叩き潰してやったのに。しかし、君に命を助けられるとは。王将の10万チップだじゅ。相棒の脳みそ中毒の方だったら首代は10倍だじゅんが、化け物相手じゃんな。今日はボディパーツ買ってかないじゅか。いずれ知れるとは思っていたが、僕はハンターウォーリア、賞金稼ぎなんだ。大昔はポリスというものがあって犯罪を取り締まったそうだけど、今はファクトリーが犯罪者に賞金をかけて、僕みたいなハンターウォーリアが追うわけさ。どうしたんだいガリー。私もハンターウォリアーになる。何をバカなことを。僕はそんなことをさせるために君に体をつけたんじゃない。君は美しくなればいいんだ。君に不自由はさせない。お金のためじゃないの、自分自身のためよ。自分自身の。そう、さっき戦ってて生きてるって実感したの。君は何も分かっちゃいない。戦いは醜いもんだ。君を血で怪我したくはないんだ。私は井戸の着せ替え人形なんかじゃないわ。本当に行けるの、ザレムに。行けるとも。間違いないのね。くどい。それよりお前は俺に言われた通りコロシアムの選手の改造に精を出しな。強いやつを作って儲けさせてくれりゃ、それだけザレムも近くなるってもんだよ。苦しか。助けてくれ先生よ。ボディが燃えるように熱いんだ。
あんたはもうコロシアムのスターじゃないのよ。悪いけど、ジャンキーの賞金首を見るわけにはいかないわ。クソ井戸の野郎、いつの間にあんな強え小娘を。井戸？ガリー、君の言う通りだ。君は僕の着せ替え人形じゃない。人生は君のものさ。でもなぜハンターに？記憶の底に戦いの血が流れてるとでも言うのか。脳の表面にレーザーで登録番号を焼き付けるんで動くなじゃ。何？指紋、声紋、網膜パターンなどはサイボーグ相手に識別の役に立たないんでこうするじゃ。これはたった一蹴りでこの破壊力。それほどのパワーを持ったボディを装備できるなんて井戸でなければできない技術だわ。グリシカ、あなたを改造してあげる。そのガリーというサイボーグに勝る精巧で強靭なボディに私の技術のありったけを尽くして。刻印終了。簡単なのね。あとは実績次第じゃ。ねえ、ザレムってどんなところ？そういう質問にはノーコメントだじゃ。私、ハンターウォリアーに登録しちゃった。井戸！おっと、ザリキ、巨大な腕でアタック！どこへ行くの？ハンターたちのたまり場さ。君を紹介しとかなきゃ。ザレムと地上のファクトリーをつなぐチューブがきしむ音さ。月の引力の影響を受けてザレムの高度が変わるせいだ。しまいをつけさせてもらうぜ、ベイビー。ありゃ、グリシカだ。解凍したのか。ベイビー、俺様と一騎打ちと行くか。ガリー、みんな手を貸してくれ。とんでもねえ。よりパワーアップされてるじゃねえか。あんなのとやったら命がいくつあっても足りやしねえよ。ガッハッハッハ、おじけづいたか、ベイビー。受けて立つ。
そう来なくちゃ。いやっはっはっは。キレン、君がこいつを改造したのか。まさか。相手は賞金首よ。それよりどちらが強いかしらね、あなたのサイボーグと。イド、あなたの絶望した顔が見たい。あなたにふさわしいクズ鉄の舞台の上で。肩をつけてやるぜ。どうせ私にはあなたに勝るものなど何一つないのよ。私はザレムにもあなたにも捨てられたスクラップってわけね。でも私はザレムに行くわ。行ってあなたを見返してやる。そしてイド、イド、あなたをきっと振り向かせてみせる。ガリ、君はどんどん強くなっていく。それはいい、それはいいが。井戸の心配してること分かるよ。でも信じて、これから私がどんなに変わっていくように見えても、私はガリーよ。井戸の知っているガリーだから。信じるさ、君は君だ。